配信をできてなかったから。おすごい、ありがとうございます。カレン、みーなちゃん、みーなちゃん、ごめん、お疲れ様、ありがとうございます。今日はパラドラで久しぶりのジャンヌ、緊張した。お疲れ様、ありがとうございます。リアちゃんのチャットにココペと、そうさっきヒーローの髪の毛のお直しをしてあげてたんで、リアちゃんチャット載せていいって聞いてくれて、めっちゃ声漏れてるでしょ。ファンの方のあのコールがすごい大きくてめっちゃ聞こえるんで、ここまでジャンヌめっちゃ緊張した。久しぶりすぎてね、久しぶりすぎてジャンヌ緊張したけど、あまり大きい間違いはせずに良かったです。そして私は今ココテンを頑張ってるところです。ココテンが今週に迫ってきてて頑張ってたところです。とりあえず前半はいけると思います。ハンちゃんとのピアダンス可愛かった。そう、あのジャンヌのポジだとハンちゃんとの絡みがね、ピアダンスできるから。信じて、自主練先してた時に配信できてないっていうの気づいて、4月からのココテンユニット楽しみにしててください。まだわかんないけど、でもまあ予想は立ってる、あれだろうなみたいなね。7日はあのいっぱい研究生がいっぱい、6期生か、6期生がいるから楽しみっていうか心強いです。こんばんは。初日の髪型決めたら、決めました。初日の髪型はお楽しみに皆さん。なんか初日の何の髪型にするとかをそうよく話します。最近は田の魚さん、クマありがとうございます。ヤスさん、メリークリスマスありがとうございます。マーシーさん、ダルマありがとうございます。パーロンさん、クマありがとうございます。浜野さん、かわいいありがとうございます。パーロンさん、決勝ありがとうございます。チカちゃん、決勝ありがとうございます。シージャンペさん、決勝ありがとうございます。ハマルさん、決勝とハートありがとうございます。ビリタンタさん、ハートありがとうございます。マサアキさん、クマありがとうございます。マイナ君、決勝ありがとうございます。クロさん、決勝ありがとうございます。マイナ君、クマありがとうございます。リカさん、かわいいありがとうございます。ニャンタさん、ハートありがとうございます。ムックさん、ハートありがとうございます。ベビラスさん、決勝ありがとうございます。キョウコノゴロさん、決勝ありがとうございます。トモゾッペさん、クマありがとうございます。マイナ君、ハートありがとうございます。クロさん、ハートありがとうございます。ムックさん、ハートありがとうございます。博多ダナルさん、クマありがとうございます。イサムさん、ハートありがとうございます。トモゾッペさん、決勝ありがとうございます。カツスマイルさん、決勝ありがとうございます。
今日も来ないのがジャンのかっこよかった。ありがとうございます。そう、もうみんなね決めてたよ髪の毛。生写真撮影とかでもヘアアレンジできるようになるから、その衣装というかに合った髪型ができたりするから楽しみです。ゆとぎによってはできない髪が、確かに帽子かぶったりとか。もう自主練したら眠たくなってきちゃってこうやってしてたけど、目を覚まして、そう、生写真撮影とかも髪の毛ができるようになるから、しかも12月の握手会はできないけど、それ以降の1月からの握手会とかも髪の毛巻いたりとか OK になるので、基本研究生は握手会とかも髪の毛ストレートだから、1月からになるとコンサートとかもねヘアアレンジができるようになるので、ちょっと楽しみですね。首都福岡、そう、明日です。ドキドキ、今日ヒーローと話してたんだよね、どんな感じかなってドキドキ。そう、おしゃべり会とかオンラインとかもね、基本研究生ストレートしかダメだったから、そう、統一だったんだけど、できるようになります。自分で髪の毛アレンジできないけどね、人にやるのは得意だけど、自分の髪の毛をやるのちょっと苦手。ななきちゃんがおっしゃいましたが、後輩ちゃんには話しかけてほしいですか？話しかけに行きたいですか？話しかけてほしいですね。話しかけてほしいかな。やっぱ話しかけられた方が嬉しいのかなとか思って、わかんないけどね。今日のりのさんの髪型は可愛かったから、いつもやってほしい。編み込みカチューシャ。今日のりのさんの、あれか、見た、今日のりのさんの髪型可愛かったよね。なんか編み込みカチューシャ可愛いよね。わかる。なんかいっぱい髪の毛長いとやっぱりいろいろできるよね。パッツンのイメージが強いけど、アレンジも楽しみ。大概パッツンは変わんないけどね。コピーってくること踊ったことある？踊ったことあるよ。振りは知ってたりする。投稿はしたことないけど、
さんコーペを話しかけに、あ、違えた、たくさんコーペに話しかけにお話し会行くね、ありがとうございます。そう、話しかけに来てください。どれぐらい見せてから後輩、うん、嬉しいですね、多分。わかんないけど、想像がつかないけど嬉しいと思います。レアちゃん最近めっちゃあの可愛い髪型してる。レアちゃん髪の毛切って、みんな気づきましたか？めっちゃ切ってた、思ったより切ってた。髪染めるのはあんま考えてないですね。あんまり考えてない、髪染めたりするの。確かに昨日ツインテールだったから、それはそう。ドルガラミ時と場によるけど、基本ダルガラミされるの好きなので、好きですね。学校でもダルガラミさせ してもらえるの嬉しいし、 HKT でもしてもらえるの嬉しいので。りあちゃんの TikTok に6期生大集合したけどコーペいなかった。私撮ってるっての知らなかったんです。知らなくて楽屋でお弁当食べてたのかな、確か。カレンレンと話してたから撮ってるっていうの知らなかった。誘ってくれたら私大体振り分かるんですけど、 TikTok 誘ってほしかったな。次撮るときに滑り込みしますね。そう、ダルガラミ好きなんですよ、意外と。副担任の先生、そうだよ、副担任の先生が一番ダルガラミだと思う。小山市でコペの名前出てるけど、嘘、マジで今日、今つぼみ、どういうこと、私の話してるって今。何の話、コッペが出た食べたいから早食いする、嘘、何それ、いつの話？コッペがデザート食べたいから早食いしてたらしいって。いつの話？リチャキ？何の話？コッペがデザートを口いっぱいに頬張ってた。え、いつ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 の話？わかった、わかった、わかった、私わかったわ、それリサキでしょ、わかった、わかった、あれだ。面白い、あれか、あれね、わかりました、私。おっしゃ、もう本当に今すっきりした。 MC だけ参加していこうかな。え、めっちゃ、え、あれね。あれは面白いよ。なんか
それについて詳しく言いますと、言っていいのかな、東京に生きがいをレコーディングしに行ったんですね、ちょっと前に。生きがいのレックをしに東京に行ったんです、この間。この間じゃない、ちょっと前に。行った時に、早めにレックのところに着いて、で、レックまで時間があったんですね。でも時間があったって言っても30分くらい。30分、40分くらいしか時間がなくても微妙な時間なんだけど、みんなめっちゃお腹空いてたのね。だからさすがにご飯食べようとか食べ行こうってなって、結構近くに、結構ご飯屋さんがあったんだけど、それで、そのご飯屋さんに入ったんです。で、結構いろんなご飯屋さんがあったから、どこ入る、どこ入るって悩んでたら、もう気づいたら残り30分もないくらいで、やばいって、もうここに入ろうって言って入ったところのご飯屋さんがあって、それでもうめっちゃそこめっちゃメニュー多かったんですよ。めっちゃメニュー多くて、でももう悩む暇ないから、食べる時間もあるし、注文してから届くまでの時間もあるから。そうなんですよ。それで もうメニューめっちゃ種類あったんだけど、もう急いで決めて、もうこれって。それがね、私が頼んだのがオムライスでデザート付きのやつを頼んじゃったんですよ。オムライスでデザート付きのやつを頼んで、そしたらね、それで残り20分も、20分もないくらい、15分、20分ぐらいで頼んで、5分前、この時間に戻ってきてねって言われてた時間があったんだけど、その時間の5分前くらいに到着したんですよ、料理が。5分、10分もなかったよ、5分くらいだよ。で、それで5分で早食いしたの、オムライスを。5分もない、いや5分だよ、10分もないくらい、5分以上10分未満、未満くらいの時間でオムライスを早食いして、しかも、コーヒーゼリーがついてたんですね。なんかスイートポテトとコーヒーゼリーのデザートがついてて、どっちがいいですかって。で、コーヒーゼリーでお願いしますってもう急いで言って、考える暇なく。で、そう、オムライスを食べて、さすがにオムライス食べたらもう時間がなくて、オムライスももうめっちゃ熱いんですよ。そう、めっちゃ熱いんですよ、オムライスも。だからもう急いで食べて、で、コーヒーゼリーをリサキが言ってたみたいに、もう口いっぱいに残すの嫌だから、食べたかったからコーヒーゼリーを。もう急いで口に入れて、もう急いで戻りました。その写真をリサキが撮ってるから、リサキのカメラロールにあるよ、私が めっちゃコーヒーゼリーをもう口に入れてる写真 そう、味わえなかった、美味しかったのに味わえないんです、本当に。で、リサキはパスタを頼んでたのね。で、リサキが多分一番最初に届いて、リサキは頭いいからコーヒーゼリーじゃなくてスイートポテトを頼んでたんですね。スイートポテトの方がさ、コーヒーゼリーよりさ小さいのよ、なんていうの、だから食べやすいの。コーヒーゼリーは結構でかくて、あの時はスイートポテトの方が良かったけど、コーヒーゼリーの気分だった。本当にモバメガチャットに載せれないよ、全然。もうやばい顔かもしれない マジで焦りました。もっとご飯屋さんをもうここって早く決めて入ってれば、こんなことにはまだならなかったと思う。で、はで、リンリンリンカもやばかったんだよ。なんかそのレックが時間が分けられててね、
この時間からこの時間までの人がこの何人みたいな、なんか名前の交番みたいなのがあったんだけど、リンリンリンガとリサキと私が絶対にこの時間までに戻らないといけないっていう組だったんだけど、一緒に行った藤子ことカレンレンはその次の時間だったから全然時間余裕あったんですよ。で、そうで、リンリンリンカはハンバーグだから、ハンバーグ頼んでるから、あのハンバーグ焼かないといけないからめっちゃ時間かかるんですよ。でリンリンリンカもめっちゃ熱々のハンバーグを早食いしてもうみんなで走ってお店を、そんな走ってないけど、もう急いでお店を出て、やばいやばいって言って、で早く戻ったんですけど、結局前の組が時間を押してて全然ゆっくり食べる時間ありました。あんなに駆け込んでも駆け込まなくてよかった。前の組が 遅かったからもっとゆっくり食べても全然間に合ってました。ハンバーグの早食いやばいよね。まださパスタとかさならまだわかるけど、ハンバーグめっちゃ熱そうだった。そう、よかったです。前の組ありがとうって感じで。面白いね、よくさそのさ話題を思いついてたね、リサキたち、さすがだわ。結局ね全然ゆっくり食べる時間あったんで、ゆっくり食べた藤子ことカレンレンが戻ってきてもちょっと待つくらい時間があったから全然ゆっくり食べれたっていう、ね、いいお家です。はい、ってことでちょっとその面白い MC の部分は後で私はじっくり見たいと思います。じゃあランキング読みます。13位から読みます。13位アンパンマンさんありがとうございます。12位メフィラスさんありがとうございます。11位チーチャンペさんありがとうございます。10位ムハマロさんありがとうございます。9位タウンサカナさんありがとうございます。8位トモゾッペさんありがとうございます。7位キョウコノゴロさんありがとうございます。6位ポアロンさんありがとうございます。5位博多ナルナルさんありがとうございます。4位クロさんありがとうございます。3位マイナ君ありがとうございます。2位ジージリンモンさんありがとうございます。1位ヤスさんありがとうございました。ということでパタドラ見てくれた方ありがとうございました。ここ天の自主練頑張ります。ありがとうございました。また明日ね。バイバーイ。